軟骨は軟骨細胞とそれを取り囲む機質からなる結合組織である。組織中には血管、神経、リンパ管が見られない。弾力性があり、脊椎動物に比較的発達している。系統進化的には、かつては初期の脊椎動物は軟骨構造の骨格を持ち、後に甲骨構造の骨格へと発展していったと考えられた。事実、 軟骨魚類は、エラの構造や、皮膚の構造、アンモニア代謝の仕組み、骨格など多くの点で、甲骨魚類よりも原始的な特徴を持つ。ただし、軟骨魚類よりも古い脊椎動物である、板川類では、すでに体表に甲側を発達させており、骨の起源は、軟骨魚が現れるよりも前にあることになる。このことは、骨の発生様式を二つに分けることで整理でき、 膜性骨の起源は軟骨よりも前、または同時期であり、軟骨小骨はその後と考えることで解決する。すなわち、現在の軟骨魚砂として反映しているサメやエイなどの前に、板が悪いなどがいて、その表面を覆っていた皮骨を退化させ、内部の軟骨のみを進化させた生物が軟骨魚砂であり。 その分岐付近の祖先動物から体幹骨の軟骨を骨化することができる甲骨魚類が進化してきたという考えが現在の主流となっている。軟骨は結合組織に分類され豊富な細胞外気質とその中に点在する軟骨細胞が特徴的である。軟骨における細胞外気質を軟骨気質という。軟骨気質の主成分は コンドロイチン硫酸などのプロテオグリカンである。コンドロイチン硫酸は大量の陰殿下を持っており、ナトリウムイオンを引き付ける。この時、ナトリウムの水和水が一緒に寄ってくる。このような仕組みで、軟骨は豊富な水分を含んでいる。軟骨細胞は、軟骨基質の中の軟骨小空と呼ばれる穴の中に入っている。軟骨細胞は、繊維目細胞系の軟骨が細胞から分化する。 分裂直後の軟骨細胞は密集しているが、周囲に軟骨基質を分泌するにつれて隙間が開いていく。そのため、完成した軟骨では、一つの軟骨小空には多くともに3個の細胞しか入っていない。軟骨全体は軟骨膜によって包まれるのが普通である。血管は軟骨の中には侵入せず、軟骨細胞は組織液を介した拡散によって、 酸素や養分を受け取り不要物を排出する。軟骨は軟骨気質の成分によっていくつかの種類に分けられ、それぞれ力学的特性が異なる。鶏の胸や膝の軟骨、豚の耳やあばらの軟骨、牛の喉の軟骨、イカの軟骨などは食用に供される。いずれもコリコリとした食感が特徴で、酒のつまみに好まれる。ありがとうございます。